はペットボトルアーティストのビーノさんの制作現場を訪れています。お仕事中すみません。ビーノさん、ペットボトルで制作するようになったきっかけは、子犬の時からペットボトルを噛むのが好きだったとか、噛んでいると安心すると伺ったのですが、ビーノさん、これらの作品に込められたビーノさんの気持ちを伺いたいのですけど、ゴミにもなるペットボトルをアート作品に再生することで環境問題に一石を投じたいと思われたのではないかなと思うのですが、ビーノさん、なるほど、美しく作ろうなんて思っていないのでしょうが、無心にやった結果として物がアートに変わることが面白いと思っているのでしょうか。無心の美とも言えそうですが、無口なビーノさんですが、今も黙々と制作を続けております。